皆さんこんにちは。伊藤塾の小山です。それでは10分でマスターする司法書士試験の基礎20、20の問題から基礎を構築する第19回目、開始まいります。第19回目は民事保全法、あの民事執行法と同様、不服申し立てに関するところからの次第です。あの民事保全法の不服申し立て、意外によく出ますんで、えー、ご注意しておいてくださいね。では本日のお題、クエスチョンです。 債権者は保全命令の申し立てを却下する決定に対し保全異議を申し立てることができる。○か,か×かまたお考えいただきまして場合によっては一時停止してもらってでは答えいきます×罰ですねまずこの不服申し立てに関します主体と方法ですねそこを確認しておきたいと思いますまず 保全命令の申し立てが任用された場合、保全命令発令されますが、発令された場合ですね、不服申し立てをするのは主体は債務者。発令されて文句があるのは債務者になりますんで、債務者の方がですね、保全意義、または保全取り消しの申し立てをすることになります。ちょっとね、保全意義、または保全取り消しとありますんで、そこをまず確認しますね。 例えばですね、債務者の弁債を例にとって保全意義になるのか保全取り消しになるのか確認の方をしておきたいと思います。まず保全意義ですが、債権者 A、債務者 B におきまして、債権者 A が裁判所に保全命令の申し立てをしました。で、発令されたところではあるんですが、実はですね、もはやすでに債務者 B は、この保全命令に関しますですね、非保全債権は、 すべて弁済しきっていた。そういう場合についてはですね、この債務者 B の方としては、発令おかしいだろうと、こういう形で文句を言っていくのが保全意義ですからね。ですんで、発令そのものが間違っているんじゃねえかという形で文句を言っていくのが保全意義です。それに対してですね、この保全取り消しの方については、債権者がですね、裁判所に対して保全命令ので申し立てをして発令された。 その時点においてですね、ちゃんと A は B に対して金銭債権を持っていましてですね、まあ、その金銭債権の方についてはもう債務不履行になっているというようなです、ね、状態ではありました。で、保全命令が発生されたタイミングではですね、そこは、まあ、一種正しいですね、保全命令だったわけですが、その後ですね、B さんがその保全命令にかかります非保全権利ですね、そこを全て弁債しきりました。 すなわち、保全命令がですね出された時においては正しかったものなんですね。その後、事情が変わったんで、ですねもうそれ取り消してほしいと。そういう場合の文句の言い方が、ですねこの保全取り消しですかね。ですので、債務者が弁済しているんでのえ、ね、それをしれっと債権者が申し立てをした。その場合のです、ね、債務者の文句の言い方が保全意義。発令当時においては、ですねなおですね金銭債権、非保全権利はあったんだけれども、 発令後ですね、債務者が満額を弁債して事情変わったんで取り消しをしてくれ。え、これが保全取り消しですからね。まあ、そんな風な形で、え、債務者の弁債ですね。まあ、時期に応じて意義になるのか、取り消しになるのか。そんな形でイメージ付けられればどうかという提案であります。これがですね、保全命令が発令された場合、え、文句があるのはですね、発令で文句があるのは債務者。 債務者の文句の言い方はですね、異議または取り消しになっていきますよという体裁であります。それに対してですね、まずは丸三の方ですね、保全命令の申し立てを却下、却下されて文句があるのは債権者になりますんで、債権者の文句の言い方、そこは即時広告になるというところですからね、これがですね、本問に関するところのですね、実際でした。 ですんで、えー、今回はですね、これは罰ですからね。でですね、この丸2の方ですね、保全意義、または保全取り消しの申し立てについてされた裁判に文句がある場合ですね、今度はですね、この丸1を前提としているのが丸2ですからね。すなわち、保全命令発令されて文句があるのは債務者。債務者の方からですね、保全意義、または保全取り消しの申し立てがありました。 そこについてです、ね、この裁判がです、ねえー、される場合です。 この場合ですね、文句があるのは、この保全意義、保全取り消しに関してですね、判断。そこに文句があるのは、今度はですね、もうあの、債権者に不利であれば債権者ですし、債務者に不利な判断が出ればですね、債務者です。ですので、不利なジャッジをされた方がですね、保全、広告の形で上の裁判所に文句を言うことができますよと。ですのでですね、不服申し立ての方法については、保全意義、保全取り消し、保全広告、即時広告。ちょっとまあね、4種類ぐらいありますんで、なかなか 位置づけを捉えるのが難しいしかし逆に言いますとです、ね、この保全手続きの不服申し立て位置づけ分かるというふうに言いますとです、ね、なかなか見えてきますその位置づけ全体像はこうですからねいきますよまず債権者の方で,です、ね、保全命令に関する申し立てをしました発令されて文句があるのは債務者債務者のです、ね、基本的な文句の言い方は保全意義ですかね保全意義が出ると言いますとです、ね、裁判所 この発令した保全命令が正しかったのか、一部間違っていたのか、それともです、ねうん、全部間違っていたのか、そこに関する判断をします。でですね、発令された時についてはです、ねまあ、正しかったんですが、その後事情が変わった場合の裁判所の文句の言い方、それは保全取り消しでした。保全取り消しの申し立てがあるというふうに言いますと、保全取り消しに関して裁判所がです、ね、判断をします。このです、ね、保全意義に関します裁判所の判断、 保全取消しに関しまする裁判所の判断、ですねそこに対して文句のある債権者、または債務者の方としてはです、ね、保全広告の形でですね文句を言うことができますよと、このですね保全意義、または保全取消しに関するですねこの決定で,ですね、えー、不服のある方がですね保全広告の形で文句を言うです、ですので判断次第ではですねそれは債権者かもしんまいし、債務者かもしんまいと、こういうふうな感じですからね。 そして、保全広告の方でですね裁判所の方としてはですねこの判断をしていきますがこの第2審の保全広告でした裁判所の判断に対して文句のならないもはや最高級の形で文句を言うことはできませんと理由はですね保全手続きは2審制を採用しているからでしたよねそしてもう一つのルートですが債権者がですねこの保全手続きの申し立てをいたしましたこの申し立てが100 化されて文句ののあるのは債権者債権者のですね、文句の言い方は即時広告ですかね。そして、即時広告の申し立てをし、この第二審の方でですね、債権者の申し立て、理由ありと、こう判断して保全命令が発令されることもあります。この保全命令が発令されて文句のあるのは債務者。従って、債務者ですね、えー、この 広告裁判所の方で発令した保全命令に対してはです、ね、保全意義の形で文句を言うことができます。で、このです、ね、第2審の方で発令された保全命令に保全意義が出ればです、ね、この保全命令について正しかったのか、一部間違っていたのか、全部間違っていたのか、そこについてです、ね、判断をします。 この判断についてもう文句を言うことはダメですからね。これは第二審の方で発令されていますんで、えー、そこでですね、また広告できるってなりますと、これ三審になっちゃいますんで、保全手続きは二審制。したがって、第二審で即時広告が出て、 そこで発令された保全命令に関して意義が出て、このですね、意義に関する決定については再広告はできませんと、こういうふうな感じですからね。声はがね、まあ、ぐちゃぐちゃ言うよりも、このですね、不服申し立ての全体度の位置づけですね、保全手続きにおける、それがですね、わかっているって言いますとですね、なかなか見えてくるところは大きいかと思いますんで、この位置づけ、きちんとですね、あの、認識をしていってくださいね。ですんで、午後のですね、民事手続きに関する法律はですね、この特に、 位置づけですね、えー、そこを認識して100%に仕上げるというところが大事ではあるんですが、そこはですね特にちょっとまああの複雑な形のですね、えー、保全手続きに関します、不服申し立て、えー、そこは有用です、そしてまず全体捉えた上えで,です、ね、マクロからミクレの形でもってですね落とし込んでいく、位置づけをですね捉えた上で100%に仕上げるというところが大事ですからね。 で、先ほどのですね、こちらのスライドの方ですね、えー、ここの位置づけが分かっているっていうふうに言いますとですね、ちょっと革新的な形でもですね、正誤判断できるってことを実感してもらいたいんで、もう一とですね、問題を用意してきました。いきます。債務者は保全命令に対し、その命令を発した裁判所に保全意義を申し立てることができる。位置づけ分かっているって言いますと、発令されて文句があるのは債務者。 債務者の文句の言い方は保全意義。だからこれは正しいだろうと。こういう形で判断することができるはずです。くどいようではありますが、午後の民事手続きに関する法律はですね、位置づけを捉えた上で100%に仕上げる。そして特にマクロからミクロへの体裁でもってですね、マスターできるようにですね、意識を仕上げていってくださいね。今回もですね、お聞きいただきましてありがとうございました。次回はですね、最終回になります。最終回もですね、ぜひお聞いていただければと思います。ありがとうございました。